26番ゲートに向かってます。今日は今からグアム見に行ってきます。今グアムに着きました。30分ぐらい前にグアム到着してチェックインを終わらせて、今繁華街の方に向かってます。今日到着して一応半日、まあ、時間があるんですが、まあ、特に今日はこれからレンタカー借りても半日しか借りれないので、レンタカーは明日の朝から。なので今日は歩いて、まあ、行けるところブラブラする感じで行きたいと思います。とりあえず成田で借りたポケット Wi-Fi のスピードがすごく遅いので、タモンの方、タモン地区の方にあるマクドナルドに行くと無料で Wi-Fi が使えるので、ちょっとそちらの方に行ってみます。ただいま2日目です。昨日は3時ぐらいにホテルにチェックインして、でその後は、まあ、バスでショッピングモールの方に行ったら、昔一緒に働いてた従業員の人がいて、で夜はその人に送ってもらって帰りました。今日は2日目でレンタカーの店に行って、今日から2日か3日間ちょっとレンタカーで移動したいと思います。今ここに見えるのがホリデーリゾートっていうホテルです。であそこの青い建物の左側が、フィエスタホテルです。で青い建物はコンドミニアムなので、まあ、結構いいところにあるので家賃が高いです。なので、まあ、お金持ってる人か、まあ、米軍の人たちがよく住んでると思います。でその向かい側ですが、あの白い建物が昔倉庫として使われてたんですが、それが、なんかタモンベイモールっていうショッピングモールに変わるみたいです。そのタモンベイモールができる場所の、道路側に日本レンタカーがあります。今日はここで、まあ、予約してないので安い車が乗れるか分かんないですけど行ってみます。